にちは、たかしです。それじゃあ本日はこちらのゲーム B1 をやっていきたいと思います。こちらのゲームは昼食に食べに来た主人公が異変に巻き込まれるという話ですね。舞台はデパ地下だそうですな。B1、地下1階ってことですね。地下1階のデパ地下で異変に巻き込まれると。とりあえず始めていきましょうか。確かゲームの説明は何でしたっけ？こんなことが書いてあるさ、デパートあんかな？このエスカレーターはほぼ全てのお客様に不評だったため、運転を停止していますと。で、確か7回正解したら、クリアっていう、8番出口系ゲームですね。でしゅね、つった今。で、確かこの赤い線を進んだら、異変のある場所に入るってことですね。で、ちょっとこちら見える、あそこ。多分ぐるって回ると、この黄色い場所に来るんだけど、もしも異変を見つけたら、この黄色い場所を越えないで、戻るっていうことですね。で、異変がなかったら、この黄色い線を越えて、このエスカレーターを登るというゲームだそうです。こっちかな？あ、こっちから見れんじゃん、普通に。そうね、とりあえず始めていきましょうか。フィット。でも最初の1回は多分異変ないよな。ちょっとギリギリ覚えられるように頑張ろう。北の国カラスの六郎さんが愛した六郎ラーメンね。なるほど。で、なんかこういう、ピザね。トヤスキーゴ、なんちゃらピッツァ。があると。キャッツアイピザか。なるほどね。いいね、猫も入れるって。で、あ、こっちがそれはキャッツアイピザは。ピザ屋さんが2個並んでる？ここはこういう計算がこうか。なるほどね。ちょっと待って。こっちの方が見やすいよね。なんかさっき視野角ちょっと近すぎたよね。とりあえず始めていきましょう。さっきはね、多分見づらかったと思うから、これでいいかな。で、勝代、勝屋さんかな？布の子。なんかちょっとアイドルっぽいな。あ、推しの子、そういうことか。ダイニングバー、ねね。大きなパン、巨大なパン。パンしかねえじゃん、じゃあ。神の羊。ここがあっても気づかないな。で、椅子がこういう感じにありますと。じゃあ、とりあえず行っちゃうか。多分今回異変なかったんで、最初の1回は。これを登ればいいんでしょ？これじゃない？お、来た。あ、ここで E ボタン押そうね。なるほど、そういうことか。あ、チェックってあるな。それじゃあ始めていきましょう。B1、スタートです。ここら辺は気にしなくていいんでしょ？エスカレーターってあれか？このゲームの作者さんが、エスカレーターっていう8万出口系ゲームなんだけど、それの作者さんなんだよ。だからちょっとそれ出してんかな？このエスカレーター不評だったためって。自分でちょっとね、揶揄してんかな？あ？こんなんあったっけ？髪は切っても自分は切るな、なんて。ニセコスキー。ここちょっと右側見たかったな、全然。左側に聞き取れすぎた。この椅子とかもちょっと覚えてないな、3つか。で、ここはこんな感じだったでしょ？ちょっと暗いね。暗さでも関係ないか。勝四郎もそう。で、六郎ラーメンもそうだったよね。合ってたよね。今回はでも大丈夫なんじゃないか？めちゃくちゃ記憶通りでありますよ。わあ！いたわ、全然いた。なにこいつ。放線もしてる。なに？別に関係ない？てか俺超えちゃったけど大丈夫かな？黄色い線思わず超えちゃった気がするけど。ちょっと戻ってみますか。大丈夫かな？
大丈夫だよ。多分ありへんだよな。さすがに。チェック。チェック。来た！あ、やっぱ黄色い線越えちゃダメなんか。なるほどな。ここか？でもここが多分6階で5階って下がってくんか。まあでも多分間違えたんだろうな。黄色い線やっぱ越えちゃったんだろうな。はい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 。まあとりあえずもう一回やっていこうか。はい。ああ！異変が起こりすぎるな。まあここに異変起きてくれたのはありがたいね。で、ちょっと見ていくか、じゃあ。軽く覚えられるように、一回回りましょうか。はいはいはい。まあでもあんまりね、書かれてるもんは多くないな。うん。じゃあまあ戻っちゃいましょう。これオッケーよな。ピンポン。よーし、来た来た来た。やっぱ正解だったんだね。君エスカレーターの子だよね、そういや。エスカレーターと同じ受付の子だよな。そういや、ここにも出てたね。うん。エスカレーターの作者さんだよっていうのを。はいはいはい。お次は？ん？大丈夫かな？ニセコスキー。まあ、ここもあったんだね。で、キャッツアイピザ。椅子こんな形だったっけ？あれ？こういう形じゃなかった？背もたれ。気のせいかな。で、ここら辺は、神の子羊はこんな感じだったよな。はい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 。大丈夫じゃないかな。布の子ね。布の子。とんでもない美味しさ。ちょっと、椅子がちょっと、わかんないですけども、大丈夫そう。戻って、やってみるか。あ、待って、引き戻っちゃダメなんか。あれ、こうか、こうか。黄色い線から出なきゃいけないんだった、そういや。大丈夫な時は。これ、どういう判定やってんだろうな。いやー、これは怖い。本当に。どうってる？あ、でも、大丈夫だった。やっぱり、異変なかったんだね。あれで OK やったんだ。じゃあ。じゃあ、もう一回行きましょう。六郎ラーメンと。はいはい。ここら辺はでも同じよな。うん。札幌市雪みたい。猫、スフィンクスのみ？スフィンクスのみ？なかなか日本でさ、そう、だそもそも、スフィンクス買ってる人って少なくない？あんまり見ないぞ。ここ大丈夫なんか？でも逆にスフィンクスのみってことは、この動物病院の近くにスフィンクスを飼ってるお家がいっぱいいるってことかな。うん。はいはいはい。ここら辺はでも同じだった気がすんな。この猫ちゃん出てきてほしいね。椅子の数とかは OK よな。でも今んとこはまだもう、まあ、最初のあの異変からは見つかってないな。うん。布の子とんでもない美味しさ。はいはいはい。あ？まあ、気のせいか。なんかこいつどっか見たことある気がすんな。前回もいたっけ、こいつ。前回のエスカレーターの時もね。まあ、とりあえず進んじゃいましょうか。今回も大丈夫な気がすんな。ほいっと。あ、4回やっぱそうだった。待っとけ。すぐにビーチついてやるから。はいはいはい。じゃ、六郎ラーメンと。ここはまあ、異変ないですな。で、ニセコスキーね。で、椅子も5脚だったよな。で、ピザと。プラザか、これ。よく見たら。ピザじゃなかった。プラザだったわ。キャッツアイピザでしょ？椅子の数も変わらないね。で、壁もこんな感じだったよな。はいはいはい。こいつらこっちが、まあ、向いてたか。なんか、左向いた気がするんだけどな。右だったっけ？神の子羊。まあでも異変なさそうだね。異変はないね。進んじゃいましょうか。はい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 。あっぱらぽんと。どうだ？うわぁ !7 だった！どこだ？やっぱ神の子羊か？俺が違和感覚えたのあそこなんだよな。こんな調味料あったっけなぁ。
覚えてないな。めっちゃ馴染みのあるやつだ、あるやつだね。SB の。うちにもあるわ。どこだろう、どこに異変あったんだろうな。あの、羊は違うわ。また羊とは別の場所にあったんか。それ上でおる？ん？これって異変じゃないとおかしいよな。さすがに。こんなんだったっけ？上も見ないとな、そういや。忘れた、上もあるんだった。異変はあるかもしんない場所は。この、看板が、異変だと信じて戻るか。うん。どうだった？どうだった？どうだ？あ、やっぱそうだったね。うん。おかしかったよね。まあ、それでは進んじゃいましょう。そうそうそう、こんな感じだった。おい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 。でここもあったんだね。うんうん。潰せるからいいよね。そう、ミスると。で、キャッツアイピザと猫ちゃん同伴オッケー。はいはいはい。椅子4脚、3脚だったよね、ここ。呼んじゃなかった。はい、来ました。はい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 。で、戻って、じゃあもう異変報告しましょうか。おいっと。よーし！椅子の数は割と見逃すからね。気づいとかないと。毎回ここも見ないとね、ちゃんと。で、六郎ラーメン。うんうん。なんかこれがね、具が変わってたりとかあるんかな？生卵が乗っ、生卵じゃねえや。煮卵が乗ったり。はいはいはい。まあ、でも、大丈夫そうですね。ここら辺はまだ。はいはい。壁の色も同じ。三脚二脚で、はい。この変な椅子と。ベンチっぽい椅子でしょ？で、勝代も同じですな。うんうん。とんかつかつ、かくつかつ、たたたたんたんたんちょ、布の子でしょ？で、ダイニングバーねねで。はいはいはい。今回は異変ないのではないか？ちょっと行っちゃいましょうか。異変なさそうですし。天井ちょっと見たいけど、ま、いっか。ほい。どうだ？来たー！順調ではありますね。よし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 。なんか看板もうちょっと右側寄ってた気もするけども、気のせいか？まあ、気のせいだろうな、ここは。で、六郎ラーメン、オッケー。はいはいはい。なんか来る気に。ね、このナルトが乗ってるラーメンいいよね。最近見ないもんな、ナルト乗ってるラーメン。恋しいね。で、プラザと。ここも5脚だったよね。はいはい。椅子の数は同じ。一緒に食おうぜ、ここも同じですね。キャッツアイピザ。はい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 。まあ、ここまでは同じっぽいな。天井、あ！これどうだったっけなぁ。これ、ここ。でも、等間隔にするよな、こんなん。あ、動いてる。よっしゃ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 。やっぱ異変だったわ、こいつ。あぶねえ。これ動くっていう異変か。見ててよかったな、ずっとこれ見てて、気づいて。こん時通ったら気づかんな、俺多分。今気づかないよね。はいはいはい。なるほどな。割とじっと見ないとダメなやつもあるんだ。いいね、見つけてる、順調です。あともうちょっとだもんな。うん。同じことをもう一回ぐらい繰り返したら終わりよ、もう。はいはいはい。で、うん。同じ。同じよな。で、天井も異変なしと。え、プラザ同じ。椅子も同じだね。看板大丈夫。壁大丈夫。看板オッケー。天井は？天井も大丈夫そうですな。うん。勝代。看板、オッケー、オッケー、オッケー。ねねで、オッケーね。はいはい。今回は大丈夫そうですな。進んじゃいましょう。どうだ？ここの瞬間が一番怖い。あー、来たー！結構順調じゃん、本当に。全然異変見つけてないな、でも。なんか来ないかな、でっかい異変。開いてる？あれ、ここ開いてたっけ？全部閉まったんかった？基本。やばい、記憶が。いや、ここ開いてたっけ？勝代が開いてたのはさ、めちゃくちゃ分かってんだけど。あ、こいつだ！これだ！よかった！鍵開いてたんだね。鼻水出てる。
スフィンクスも風邪ひいたよ。うん。まあ、毛がない品種だからね、風邪はひきやすいかな。戻っちゃいましょうか、じゃあ。はいはいはい。来た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 。で、ここは空いてたんだね。うん。ちょっと確認しよう。よしよしよし。これでもう覚えた。空いてると。で、六郎ラーメンと。この一味が七味変わってて、変わってたりとかあるかな？さすがにそこまではないか？伊勢コスキー。うんうん。プラザ一緒に食おうぜ。ここら辺は変わんないなぁ。この街も変わんねえなぁ。あー、でも大丈夫そうだな。椅子も大丈夫だもんな。うん。このラムとか変わんないかなぁ。もう普通に羊がいたりとかね。目の前にね。でも、まあ、大きな異変は、ないか？戻って大丈夫かな？うん。戻っちゃいますか。よしよしよし。これ大丈夫なんじゃないか？うん。どうだ？あー、あったんか！どこだ？もうちょっとあったんだけどな。まあ、意外にこのゲームね、異変がある時の方が多いからな。こういう八番出口系ゲーム。わかんなかった時はさ、戻るってのも手ありなんだよな。ちょっと、なんか違和感あるけどもわかんなかった時は。で、これなんですけども、これ、なんか横と、縦なんですけども、これは異変かな？ここ覚えてないな。まあでもそっか。これ横、あ、でもそっかそっかそう。垂直か、水平かと思ったけどさ。まあでもか、あれは、あれか同じなんか、でも向きは。縦で。まあでも今回は大丈夫なんじゃないか？行っちゃいましょう。どうだ？ピンポン。来た！まあ割と展開は早いね。うん。で、六郎ラーメン、オッケー、オッケー。はい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 。こちらもオッケーですね。一緒に行こうぜ。キャッツアイピザ、オッケー。椅子は5脚でオッケー。3脚、2脚で、あれあれやりと。オッケー。で、天井は？天井も動いてないね。うんうんうん。ん？気のせいか。で、勝代。はい、あ！こんな明るかったっけ？明るくなかったよな、こんなに。なんか電気ちょっと増えてる？これちょっと違和感ですな。うん。違和感を感じたら戻るのがこのゲームの鉄則ですもんね。戻っちゃいましょう。はいはいはい。これはセーフなんじゃないか？はいはい。やっぱそうですよね。明るくなかったよな。別んとこかでもあんな明るかったんだ。はいはい。トヤスキー。うんうんうん。ブラザーで、キャッツアイピザー、一緒に食おうぜと。この壁の模様なんかちょっと目に見えて怖いなぁ。うん。こういうのちょっと苦手なのよね。で、上は、オッケーかな？うん。これはどこから電気ついたりとか言われてもわかんねえな、それは。はいはいはい。こんなに明るかったんだ。あ、でも、あ、やっぱそうよな。ここちょっと増えてたよね。一つ。今回は大丈夫じゃないか？うん。神のラムで。うんうんうん。ん？死んでる！死、死んでる！ダイニングバーねねで、死んでる！これ異変だよな。まあ、パンプキンブレッドとかあったから、ちょっとそういうね、ハロウィン要素があるお店さんかな。それのマネキャン壊れちゃったとか？これは異変だよな。オッケー。こういう分かりやすい異変来てくれると助かるね。で、通りますと。ちょっと違和感あった気がするけど、気のせいかな。はいはいはい。なんちゃらプラザで、オッケーオッケーオッケー。で、ピッツァね。うん。ギリ、なんか覗けそうだね。V が書いてあるやつで、あれ、右向いた羊たちと。はい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 。
大丈夫そうだけどもな。大丈夫じゃないか？戻っちゃいましょうか。ちょっと怖いけど。はい！あー、あったんだ！いやー、どこだろうな。それ、しばらくこっち見てみわ。で、葉っぱ、オッケー。神の子羊、オッケー。あ！逆になってなかったわ。一瞬逆に見えたけど、違かったわ。あつしろ、まあ、でも大丈夫じゃないか？これは。行っちゃいましょう！オッケー。6！ 割とでも順調であるんだよな。割と進むんだよ。こっち側はいいんじゃいが？勝代。はい、看板もオッケーかな？あれ？ん？ここにあったっけ？ベンチ。これはないよな。戻っちゃいましょう。これは異変。異変ですね。確かなかったはず。違和感はないけども、別に、あっても別にいいけども、このゲームではなかったはず。はいはい。5ですね。まあ、とりあえず行っちゃいましょう。俺の順番変わってこともないよな。故障雷雨1名やったはず。看板の内容とかは大丈夫そうだろうね。大丈夫だな。このゲーム、このゲーム札幌市なんだ。舞台。はいはい。あ、なんか北の国からってこと？なるほどね。で、ここも同じだったはず。で、神の子羊同じ。21。これは行っちゃっていいでしょう。はいはい。これは大丈夫なはず。ドドン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 ！来た！ 4。あともうちょっとですね。あと3、3か ?3 か4ぐらい。3か4回連続正解すれば OK と。それが難しいんだよなぁ。このゲームやっぱり。椅子5で、ベンチ、で3、2、ベンチのキャッツアイピザと OK。こっち側は大丈夫ですね。ここで、勝代と。あー、まあ、でもこんなもんだったか？電気、そう、電気の数、1、2、3、4、5、5個だったよな。大丈夫と見ていいでしょうか？いいでしょう。進んじゃいましょう。はい。どう？ 3、来た！いいね。で、こっち側ですな。でもま、こっち側異変ないもんな。こっち側半分は。この線の奥側は異変ないから大丈夫よな。はいはいはい。六郎ラーメンでしょ？オッケー、オッケー。はいはいはい。ここら辺もオッケーでしょ？で、21ベンチも大丈夫と。はいはいはい、進んでいいんじゃないか？絵もこんな感じだった。で、1,2,3,4,5,5,電気の方も変わらない。ベンチ同じ、草同じで。ああ、これはいいでしょう。これは孫うことなき異変なしですわ。でも連続異変なしはこのゲームであるかどうかなんだよな。あ、来た！連続異変なしだったんだ。まあでもじゃあ次は異変、確率的にね、異変見てもいいな。異変があると見ても。次はあるんじゃないか、本当に。あるでしょう。そろそろ。5で。はいはいはい。俺もだって3回連続でさ、意見なしって見る勇気はないぞ。はいはい。で、2で、3で、5でしょ？はい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 。大丈夫。同じでしょ？ 5 で。で、2、1。で、勝代、同じ。とんでもない美味しさ、布の子。ダイニングバーでね。でもないなぁ。まあ、これは異変なし突っ込んでもいいか？まあ別にね、ありでもいい。まあでも行っちゃうか、これ。どうだ？あ、来た！ 1！ 3回連続異変なし？もうじゃあ次は絶対やるでしょ。もうこっから見とく。もう外側から異変ないか探すわ。ここで。まあ、とりあえず入っちゃいましょうか。どうだろう。4回連続異変なしはさすがにないかな。相当な確率だもんな。怖いよ、そんな4回目行くのなんて。
一緒に食おうぜと、キャッツアイピザオッケー。ベンチも352のオッケーですね。うん。勝四郎でしょ？はいはいはい。あー、でも、いけないなぁ。で、5個でしょ？オッケーオッケーオッケー。異変なしだろ、これ。でも、ありえるかな、そんなこと。まあ、でも、言っちゃおうか。怖えなぁ。異変なし突っ込むの。あ、来た！おぉ！出れたよ、君！え？なんか、山あり谷ありで俺、クリアしたかったんだけどさ。なんか、ああ、見送ってくれた！なんか、あんまり大きなさ、変化がなく終わったな。え、なにこれ？え、起床？え？え？なにこれ？え？なんかすんごい怖い。手がある。え？何の手？おお！おお！なにこれは？え、すんでオッケー？え？どういう終わり方？どんな終わり？本当に。あれはクリアでよかったんか？俺は脱出したのか？あれは。まあでも多分さ、あれよね。さすがになんか最初のランゲージに、うん？あれゲームオーバーだったんか、でも。ちょっと一切わかんないんですけども。あの終わりは何だったんだ？アウトあったんかな、もしかして。あー、まあ、とりあえず、もう一回やってみる？うん。大丈夫よね、大丈夫。オッケーオッケー。おい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 。5でしょ、一緒に行こうぜ。これも同じでしょ。で、2で、4になってる。4になってる。おお！待って、なんか誰かいる。誰だこれ。次なんか女性いない？暗がりでちょっと見えづらいけど人いるよね。なんかこのゲームなんか、E で収集できる異変もあるって言うんだけど、こういうことかな？この手のまま固まってんな。もう大丈夫よ？俺もうもらったから。追いかけてこないよな。それだけは怖いんだけど、追いかけてくるとかが。はい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 。まあ、これは、あ！なんかここに並べられるのね。うん。これは異変よね。オッケーオッケーオッケー。はい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 。これまあ、アイテム、まあ、これ、収集要素もあるのね、これ。お！ビーチ来れました。あのエンドが正しかったんかな？めちゃくちゃ変な終わり方したもんな。あれも多分いけん、あ、全然違う！なんだったの俺の最初のエンドは。隠しエンディングとかなんかね。まあでもね、8番出口ライク作ったの人の中で、2作目は初めてじゃない？同じ人に2作目の8番出口ライクは。まあだからこれからもね、この制作者さん、噛んじゃった。は、8番出口ライクのね、ゲーム作ってくれると思うんで、ちょっとそれを心待ちにしましょうか。なんか次は学校とかやりたいよね、学校。放課後の学校とか。まだ今学校でさ、8番出口ライク出てないよね。まあそういうのもね、心待ちにしながらね、次回作待っていきましょうか。それではまた次回の動画で